何してんの、完全に変な人やで、それ。ここはな、国境食堂というな、奈良県と京都をまたぐ傷にあるんや。あ、密入国、密入国。そうさや、顔面デカがデカ盛りを操作するんや。なるほど。ということで行きましょう。はい、ということでやってまいりましたよ。ふぅ、なんで HG 出た。今日の星はこのカツ丼大ミニうどん付き、これ1400円。これをね、ちょっと操作するぜ。やってきました、星が。見てこれ、じゃじゃじゃーん、でかい。これがすごいね、ほんま。いくよ、ドーン。あ、めっちゃいい匂い。だしの香りがめっちゃいい。これめっちゃでかない？特大。でかいな。うん。この入れ物結構大きいやんか。おうおう、それに比べてこの大きさよ。てかお盆に対しての大きさよ、これ。ちなみにノーマルがこれ。ノーマルと比べると、こんだけ違うから。だいぶちゃうね。ノーマルも結構でかい、ね。ノーマルもでかい。だいぶでかい。うん、だいぶでかい。うん。じゃあ、いただきます。カツのな、重量級よ。ほら。うまい。だしがうまいね。だしがうまい。うん。だしと甘い感じや。うん。うまっ。こんでかいのいいとこ知ってる？何？冷めへんね。あ、量でね。質量があるから。ほうほうほう。うん。カツ丼って二つに分かれ、結構濃い感じか、ちょっと優しい感じか。せやな。これはもう優しい感じのカツ丼。だからカツの旨味を結構感じれる。この卵、これ下にもおるからね。下にもあんな。うん。うまっ。これね、カツ丼食べた、分かったけど、これ絶対美味しいわ、出汁が。ああ、なるほどなるほど。うん。うん。あのね、結構ね、このうどん自身コシがある。おおおお。ああ、これは良かですよ。ほんまに。なんで墓食べんなった今かな。これでもし流れてくる一寸法師おったら、うんうんうん、だいぶデブやねんな。食った手にするな。食った手まださ、そっちでさ流れてくる一寸法師はさ可愛げがあるよ。あ、ちょっと可愛いね、うん、うんうんうん。こっち絶対中に坊ちゃんみたいなやつ乗ってんねん。あ、でかいやつな。ほんま食べ応えがある。そうな、坊ちゃんめっちゃ分厚いでしょ。うまいな、うん、うまい。横浜もでかいしな。うん、玉ねぎもしっかり入って、うん、うんうん、ご飯もしっかり入って。それ入ってなかったらカツ丼って言えへん。うんうん、間違いない。ほうちゃん、あれそっちで行くの。うん、これか。うん、こっちか。ガッツリいけるから、うん、ガッツリいけるけど、カツ持ちにくくない。あ、そうやね、カツね、うん、そうやな。うん、あ、ここ最高の場所や。あ、脂身、うん、カツ丼ってね、食べれば食べるほどお腹減ってこへん。わかる。この和風だしが、うんうんうん、揚げ物のなんか罪悪感、背徳感をなくしてくれて、そうやな、ポジティブにしてくれる。今日和食やからあっさりやでみたいな、太らんでみたいな。これな、胃の中でな、おにぎり作るタイプやで。この米がもう胃の形になって多分できてるよ。せやな、うん、せやな。うまい。カツ丼ってカツでかすぎやろこれ。重量級やん。
こうな、うん、奈良から京都行くのも京都から奈良行くのもここでカツ丼大工って行かなかった出たらもうスピードが10分の1になるなんで国境でなみんな苦戦するんや国境突破はな難しいなるほど、うん、行動が速くなってきた血糖値が上がって血糖値が急上昇や僕の動画は急上昇乗れへんの僕の血糖値だけはいつも急上昇やおいやいや自らを上げていくもうやかましいよ死んでもんは30代後半になって血圧が150切らんくなったもんね昔は125とかやったのになうんうんうんそら今日の芝さんは色が たまに白くなるわ顔がなんかなちょっと芝さんがな動くとな、うん、顔が白くなるのでちょっと動いたらまた戻ってくる温度が、うん、美白あのさ、うん、これ明らかにゴーちゃんの悪意のある感じだったよなこれ設定でめちゃめちゃ明るくしようと思うなめっちゃ悪意あるよこれ今したら普通やもんねおーラスト脂身の部分じゃないかおっきやが入った大好きなとこで、うん、まだいっぱいじゃないかもう分かってると思うけどもうそろそろあのセリフを言うで、うん、もうそろそろ全然お腹減ってるから全然食べれる余裕余裕うん食べれるそんなうまいもん、うんうん、いい食べっぷりだ、うん、ちょっと待とう何やねんその充電の切れの早いやつ急いで食べたらちょっとゆっくり行こうこの琴の音楽を目つぶって聞いたら気持ちがリセットできます、うん、おーよっしゃよし行きますじゃあ今目つぶってんの開いてても分からんけど何がやねん何がやねん開いてても目つぶってても分からんどういうことやねんこれ細い直球で言ってくんなおうおう目が小さいとか言ってまだしも細い中学校の時のあだ名思い出しちゃうキツネ、目細、キツネあ、キツネ、うん、フォックスフォックスなんて言われて、目細、キツネって言われてあれ多分な、いじめられとってもなるほどいじめをいじめと捉えてなかったよね、うん、ポジティブ、真剣、うん、お腹いっぱいじゃあちょっと休憩がてら、うん、翔さん、俺の小話をするわ、うん、今日俺、うん、運勢がさ、うん、一番悪かったのが、うん、12位やろ、うんラッキーアイテム何やったと思う、うん、鼻の形が独特な人絶対嘘やほんまやってほんまやってほんまやって嘘つけほんまやってあ、おったコンセントってすぐ思いついた嘘つけやほんまやってまさにいいことがあったね今日、うん、どうしたあのさ、うん、いつもさ、うん、ギリギリまでこき使われるのさ、うん、今日は3時ぐらいに暇になってさもう待機しといてって言われて、うん、1時間半もな休憩があっておーよかったねやっぱラッキーアイテムの効果やね僕な今日なギリギリまで仕事しとって運勢座れた座れた完全に逆にやったなごちそうさまでした本日の顔面でがお腹いっぱいで終了です。ありがとうございました。供述調書を今日は用意しました。食べる前は全然食べれると思ったけど、食べ進めてるうちに限界です。美味しかったです。ありがとうございました。小学生の日記か。ありがとうございました。国境には近づいたら危ないからな。分かったな。オッケー、オッケー、オッケー。国境は危ない。オッケー。ちょっと疲れたし、鹿でも見て帰ろうか。